アム八万二百八十六は、インテルのライセンス供与を受けて、アドバンストマイクロデバイセズが製造した八万二百八十六マイクロプロセッサ a m d は、インテルのセカンドソースメーカーとして x 八十六プロセッサを製造し始めた。IBM は、まだインテルを安定した供給ができる会社だと見ておらず、IBM PC のプロセッサとして八十 x 8 6 を採用するためには、他の会社にも同一の製品を製造させることを求めた。当時、X86 は今のように圧倒的ではなかったため、インテルは IBM PC 契約を保持するために別の会社にセカンドソース品を製造させなければならなかった。この契約の結果、インテルは AMD などにセカンドソース品の製造を委託した。 その結果としてアム8286が誕生した。アム8286は8286と内部構造もすべて同じでインテルにより設計されたものであった。したがって互換性はもちろんバグサイも8286と同一である。マイクロコードもインテルのものに基づいている。8286にはなかった。 アム8286についての特記事項としては、インテルの8286のラインナップには、なかったコークロックのラインナップの製造販売が挙げられる。エプソン PC シリーズの PC-286 のコークロックモデルは、この高速版アム8286を採用した。インテルは次の8386以降、セカンドソースを認めなくなった。 AMD は X86 プロセッサビジネスに残るため、8386互換プロセッサの a ム m 3 8 6を開発した。ありがとうございます。